かあのリーグ戦は行って、で、まあ、この間天皇杯で負けてからの今日の一戦だったんですけど、まあ、まあ、なんか、連戦が続く中でも、タフにまずはしっかり戦ってくれたなっていう印象はあるので、まあ、それをしっかり口にこう見せつけられなかったのは、まあ、すごくもったいないなっていうところもありますし、まあ、ただ、本当に、私言われてることなんですけど、まあ、どん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 やっぱりこう地獄の関東リーグというかレベルはすごく上がってきてるなという印象はありますし、まあ、本当にどこか一つがレベルが上がってるというよりはもう全体としての10チーム全てのリーグが上がってるな、レベルが上がってるなというふうに、まあ、感じて、まあ、本当に試合も気が抜ける試合はないなというところが率直な感想というか、先ほどもサポーターの